男の鍋作り。男の鍋作りである。汚ねえ。食い物なんだけどな。汚ねえな。これなんだっけ、何鍋だっけ。キャベツだっけ。キャベツ。何味？味噌？味噌だっけ。ゼリーじゃなくてグミ凍ってるけど。なんで凍らしたの。あ、なんか新鮮だな。新鮮な肉だ。加工日。加工日。加工日って2018年2月25日。うん。大丈夫だ。1年も経ってない。まあ、経ってないね。うん。まだ1年は経ってないから。完成です。完成です。はい、来た。完成です。鶏鍋。冷凍鶏鍋。ちょっと今、なんかこれすごい中華っぽいな。中華っぽいよ。取ってか。イケア。あ、イケア。コマじゃねえか。コマ落ちてる。コマ落ちてる。もう一個落ちそうだよ。え、一個？一個じゃない。あ、これが男の鍋だ。男の鍋だ。食えば同じだ。食えば同じだ。ここね、素材をね、大事にして。素材は。素材は。包丁とか入れねえから。入れね。こう、ちぎったやつの方がね、味しみるかもしれない。そうそうそう。キャベツとやら。結構ざく切りでいいんですか。ざく切りで。どうぞ、テキンだよ。ダイレクト。ダイレクトアタック。ダイレクトアタック。くだらないね。やば。多分、うん、多いかな。こんなもんかな。もっと。多分しなしな。しなしな、うん、そうね。火通ればなくなると思うよ。確かに。消えてなくなると思うよ。多分これあの鍋用の、うん、のキャベツの切り方あったんだよね。うん、まあいいんじゃない。いい、いい。できた、できた。よう、できた。完成。完成した。はい。これを煮込んで。そうです。完成です。完成ですね。はい。ででん。おぉ。まあ、鍋らしくない。鍋らしい。鍋らしい。食えそう、食えそうな感じ。キャベツ少ないのこれ。どうなの。キャベツ少ない感じじゃない。もうないよ、でも。いや、いいんじゃない、こんなもんで。鶏の、あの、うん、これもも肉でしょ。もも肉。胸肉もあるよ。今からいや、うわ、うまそうやね。植えてるんだけど。ああ、生い茂っている。生い茂っているではないですか。なんか一時期パクチーブームとかありました。あったね。それの多分延長ですね。延長、三つ葉ブーム来るかな、これ。さあ、できました。シソシソこうなってる。シソシソ。何それ、押し花的な感じ。落ち葉、落ち葉になって。